森保続投を明言敗因は選手の〇〇がない。日本サッカー協会の技術委員会は8日、アジア杯カタール大会で8強に終わった日本代表の森保はじめ監督55の続投を決めた。技術委後に取材に応じた反町康晴技術委員長59は我々は全面的にサポートする。全く疑念の余地はないと話した。技術委では森保監督の采配や交代策についても議論されたといい、反町技術委員長は委員からは肯定的な部分と、厳しい声も聞こえてきたと説明。ダブル杯カタール大会以降、ウルグアイやコロンビア、ドイツなど強豪国を相手に強化を図ってきた一方、アジア杯では受けて立つような感じになってしまった。熱量が少し欠けていたのは否めないと総括した。その上で、反町委員長は基本的には我々は今まで以上にサポートして、ダブル杯に向けて準備をしていくという形でコンセンサスは得ていると話した。まあ続投だろうとは思ってたけどマジでテンション下がるな、エネルギーがなくなってきた。全部熱量のせいなんだ、大丈夫か？この JFA とかいう福間でん。田島もポイチもソリマチもみんな精神論で戦術面でも反省は一言も出てこない。責任を負わされる心配がないと人はこうして無責任になれる。そもそも協会側に任命責任を負う覚悟がないのが原因なのよ。選手層で負けたロシアはまだしも、前回と今回のアジアカップとカタールは監督の責任大きい。試合中フリーズする監督はもう厳しいだろ。多少熱量不足しててもあの程度の放り込み、適切に守備組み替えれば防げただろ。その熱量のないチームが前半で1点取ってる。難しい最先端の戦術にやられたわけでもなし、あれを防げない想定しない監督が悪い。協会やコーチ陣がそれをいいことに口にするっておかしいだろ。それに熱量が一番足りなかったのは間違いなくコーチ陣や協会側。責任を負う人話か。